アン君、こんばんは。リーグ第6節60で、開幕から無傷の6連勝おめでとうございます。シュアーボの皆さんお疲れました。ありがとうございます。勝ったよ <laughs> いやー、3位とのね、再来週、首位との決戦があるんですけど、まずね、3位との決戦、この2大決戦ですね。この3週間で、本気の運命というかなんなら、ね、僕自身のね、サッカー界に携わる人間としてのね、そう、宗教学者としての運命も決まりますんで、結構ナーバスになってたんですけれども、一つ目の大事な試合、えー、終わりました。 同じ相手と一回戦って終わりで、10チームのリーグ戦で全9節なんですよ。なんでまあその辺はね、まあドキュメント見ていただければ、より詳しく説明してるんですけども、本当に大事な試合で。なんで今期はね、ヒットプレイスさんのユニホームを、名前を背負ってね、ユニホーム。もう,しょう昇格がね、もう義務付けられてるような、まあそういったところは、まあドキュメントでお見せしてる通りで。なんで。そこでのまあ重要な試合勝利でしたね。正直ね、今全然別に現場で戦ってなかったりとか、そういう人は、 普通というか別にそれは悪いわけじゃないんだけど、ただね、普通にね、サッカー YouTuber で楽しくやればいいところをね、リスク取って監督やってオーナーやってやり出してるんで、結構、まあ精神的に追い詰められるところもありまして、そんな中でね、 選手たちがよく頑張ってくれました。え本んと、おめでとうございます。次も大事な試合だと思いますが、応援してます。ありがとうございます。正直、本当にね、前日のね、練習から、僕が暗かったですねって今日、高野くんとか、ノブに言われましたけど、そのぐらいね、本気でやってますし、俺を暗くさせないぐらいね、余裕だって思わせるようなパフォーマンスしてくれって話はしましたけど、良かったですね、でも本当。まあでもね、例えば、なんだろう、ペップシティもね、うん、マドリーニ圧勝とかいうふうに言われてますけどね、それは結果論なだけだって、その前のね、段階では、1点を取れるか、みたいなところを、 でね、最終的にね、4点取ってるからみたいになるわけで、今回もね、最終的には6点取ってるかもしれないですけどね。今まではそれこそ16点取ってる試合でもドキドキしながらやってるんで、ね、みんなが応援してくれるおかげで、ここまで来れてますね。おめでとうございます。今日の試合は内容も納得できるものでしょう、うん、いや、すごい良かったっすね。で、あれなんですよ。まあ、ドキュメントになるからあんま言いすぎるのはあれだけど、マナトとカイシューっていうレギュラーのね、サイドバックとボランチが、カード1枚ずつ出ててフプリーグ、累積2枚で次の試合出れなくなるんでやばいじゃん。 そのマナと回収を早めに下げれたっていうかカードトラブルを避けて次の決戦に二人とも使えるような状態で下げれたんでそこは大きいですね。 確かに昨日の配信どっかナーバス見ました。いやー、これから2週間は正直ナーバスな日はあると思いますね。普通に筋トレで疲れてる日もあるんですけど、武蔵野との実力差はないと思って臨んだ方がいいですね。僕らが6点取った相手に8点取ったりとかしてるし、強いですよ。次の相手は本当に。次の相手引き分けでも僕らが昇格できないですからね。得失点差の関係で、他のチームが棄権してくる可能性高いですから。そこのレギュレーションね、でも、勝ってね、そこは言わなくていいぐらいになりたいですけどね。 去年、セタガユナイテッドさんとか、7勝2分けだけど、そこの即失点差で上がれてなかったりとかするんでね。筋トレするとき、試合のことを正直忘れられないですね。そうだから、チャマとの長電話みたいなズームの生配信もそうですし、最近ね、曲作り出したんだけど、新しいねキーボード。かっこいいの買ったんですよ。かこの。かっこいいでしょ、これ。<laughs> それもね、おそらく現実逃避ですね。雰 <laughs> 気をドン引きしてきたら怖い。うん、そうですね。ドン引きされたら怖いですね。1試合目の相手が一番苦戦しましたけど、やっぱり試合をね、そういうふうに引き分けなら勝ちみたいな、壊しに来たんで。 これも一個の作戦なんでね鎌田所僕は今まで戦術家の監督とやったことない今まであった監督たちがねもう泣いてるでしょうね昨日ねおばと一緒に車で帰ってて嬉しいこと言ってくれましたけどね。 レオさんってバランスいいですよねってオバが言ってくれて。<laughs> どういうことっていやなんか、会ってきた戦術家の監督でこう、ガミガミ言っちゃって選手と揉める人いるんですけど、レオさん言うときと言わないときのバランス絶妙だと思います。嬉しいからあんまりリアクションできなかったけど、この生配信通して実はあの時嬉しかったってことは報告しておきます。オーバーに伝わるかわかりません。え、そっか、みたいな感じで言っちゃいましたけど。それの大事だよね、みたいな。カッコつけちゃいました。 村は足の毛が大丈夫そうでしたね。ただ、臨境戦が大事だから、また、あの、桃とか、そういうところを痛めて、次の試合いない方が厳しいから。これでね、今、この僕の発言で村が出るのは当たり前みたいになってますけど、これ聞いてるアイムとかコウキとかアベちゃんとかが、いやいやいや、俺いるじゃないですかってなってくれるのが一番嬉しいですけどね、僕としては。どうなんでしょう。こういうのもね、本当は話さないでね、スーッと行きたいんですけども、YouTuber やりながら監督とオーナーやってると、この辺もね、 ちょうど面白さと選手のモチベーションとみたいな <laughs>、お客さんの気持ちとみたいな、一番ちょうどいいとこ通んなきゃいけないっていうのは今後もあるんでしょうね。9番のトールクのプレスバックのスピードプロレベルでした、ギャラリーからの完成も漏れてました。あっ 嬉しいですね。トール <laughs>、トールはね、めっちゃいい子じゃないですか。もう見てわかる通り。だから逆にドキュメントで目立たないのが悩みだって言ってました。基本、何かしら問題とかトラブルのところがドキュメントになるから、ちゃんとやって、ちゃんと活躍して、ちゃんと帰るから。<laughs> あと今日のレオさんのツイートで、虫除けスプレーどこか、殺虫しようとしてて、試合を監督なしで臨むつもりなのかなってわって。いや レンすごいよね。僕のツイートよかったら、まあ、フォロー、うん、してくれたら嬉しいですけど、見てほしいんですけど、虫除けスプレー買ってって言われたレンが、アースオスだけノーマットっていう、しっかり写真にも載ってますけど、人体に使用しないことって書かれてて、お肌にかけないって書かれてるスプレーを、虫除けですって買ってきて、普通にクラブのそのバッグみたいに入れてたんで、びっくりしましたね。でも買うときに笠原さんには確認したんで、みんなの責任ですって電話言い張ってましたけど、まさか笠原くんも、無事はこれでいいですかって言われてね、 水色のスプレーを渡されて、それが人体にかけないって書いてあるやつだと思わない。まあ、ピッチ内の連は信用できるんでね。もう、前、領収書もらってこいって言ってね、自分の名前でもらってきたことありましたけど、それ超えましたね。虫焼け買ってこいって言われて、ね、人体にかけちゃいけない。肌にかけちゃいけないやつ買ってきましたから。みよさんが指導してきた選手の中で一番伸びた選手ってあれですか今日ちょうど帰りにその話、笠原くとしてましたけど、量ですね。 今日はすごいですね。今日の先制点も起点っていうか、量の、まあ、起点でもあるんだけど、起点の効いたオフザボールからだったんで、汗入ってきて厳しくなるかなと思ったら、もう量の進化がやばいですね。量だと思う。最初の頃はね、笠原くんにコーチングされて何なんだよみたいになってたりとか、僕の言うことに対しても何なんだよみたいな感じになったりとか、昔いた選手とね、 あの、コミュニケーション取ってなくて、僕が心配して、いや、りょうもっと自分から話しかけた方がいいよとか言ってたりしたんだけど、今もうなくてはならない。みんながりょうを信頼してる感じの。僕の指導で伸びたっていうよりも、りょうが頑張ったって感じです。だから、あの、成長で言うと、最初はウィングでちょっと上手いけど、状況に合わせた行動を取るのは苦手みたいな感じで、でも気持ちはある感じの、魂はある感じな、みたいな。だから、じゃかっていつも言ってますけど、それがどん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 やれること増えて、チームの精神的柱になって、 で守備の役割もね、マナとか残って量が出てくるっていうのが多いですから、ちょっとね、トーマスとジャカっぽいしね。だからそれがね、最初だってユニフォームをね、歩むと、まあ、ルックスいいから量かなみたいなぐらいの感じだったんですよ。写真、ユニフォーム撮ったやつで一番いいから。でも今はもうね、歩むより全然活躍してるからね、今季で言うと。6試合 ?6 試合終わって量全部スタンメンですからね。今日もフル出場だったし、びっくりしますね。え最後まで聞いてくれてありがとうございます。よかったらいいね、チャンネル登録して帰ってください。また一緒にいろいろサッカー界の話を中心にしゃべりましょう。はい、では、そーーでしたバイバイ。